まあ、ツンツベ史上も初なんですけども、実はハロー始まって以来、メンバーとツンクが弾き語りをするというのは実は初なんでございます。多分俺の記憶の中にないんですよ。先輩たちを見ていなかったな。後輩たちもちろん当然ないですから、生演奏で生歌でツンツベらしく歌番組というところを見せつけたいと言いたいと思います。今週のツンツベは、なんとも貴重なシーンから始まった対談企画。モーニング娘。を卒業した新垣梨沙がつんくさんとガチ対談。果たしてどんなトークが飛び出すのか。永久保存版です。ずっとではね、いろんなことを今までやってきましたけども、今日はですね、1対1対決ということでございまして、モーニング娘。を卒業したばかりのですね、元リーダーの新垣梨沙に来ていただきました。はい、よろしくお願いします。はい、こんばんは。こんばんは。まあ大概この番組はもうなんかアイドルがうわーって出てきて、なんかドシャンガシャンガシャンってやって終わるみたいな番組なんです。そうなんですよ。なんかいい久保が一回ツンツベに出てすごい楽しかったです、はいはいはい、って帰ってきたから、私もいつかやれるのかな、みんなでバイバイと思ったんですけ ど、ね、まさかのこういう1対1対決。そうなんです。今日は新垣にいろんな意味でスポットを当ててですね、ありがとうございます。根掘り葉掘り聞こうっていうか、喋りたいことあったら喋ってもらおうかということなんですけど、はい、まあ、率直にまず、卒業しましたが、はい、しばらく経ちましたけど、はい、どうでしょう。そうですね、なんか10年と9ヶ月モーニング娘。にいたので、うん、なんかいたのが当たり前だったから、なんかすごい実家を出た気分です。なるほどね。一人、いや、なんかすごい一人で初めての一歩を踏み出すみたいな、そういう意味では何が起きるか分からないから。あーなー、だって小学校1年から中学3年まででも9年間やからね。はい、そうなんですよ。それ以上だから、ちょうど中3、高校、大学卒業するまでぐらいの期間なんですよ、うん、年齢的にもちょうどそれぐらいや。そうですね、はい、今24になる年なんで、ね、はい、中学くらいから大学卒業するぐらいまでの期間、はい、うん、モーニング娘。にいたと。これでもほんまにみんなさらっと言うけど、すごいことなのよね。そうなんですよね。でもなんか、うん、卒業公演の日に、うん、その先輩たちが見に来てくれてたのが、なんかすごい不思議な気分でした。そのやっぱりその私が全然何もできなかった頃から見ててくれてる先輩だから、うん、しっかり最後ぐらいは、うん、私ここまで成長しましたっていうのも見てもらいたい、見てもらいたいし、うん、あ、アキさんちゃんと10年頑張ったねって言ってもらえるようなステージにしないといけないなっていうのはやっぱありました、ね。先輩たちはどういう気持ちで見に来てたのね。自分の卒業した高校の甲子園を見に行くみたいな感じなのかな。俺ここ出てみたいな。全然いやいや、まあじゃあ振り返ってみましょうか。はい、その人生ね、はい、ちょうど10いくつやったっけ。12歳でした。中1です。中1、はい、まあなんか細くてちっちゃい子やったもんね、ほんまに。そうですね、でもあの時だったからなんかオーディションとかできたんだなとかすごい思います。なんでなんでなんで。今だったらもっと緊張しちゃって、あ、もっとこうしてやろうとか、なんかああしてやろうとか思っちゃいそうなんですけど、 あの頃はただ本当にモーニング娘。が好きで、その場ではいやってくださいって言われたことをただそこでやれることをやるみたいな。でもすごかったけどね。とにかく俺のもう最終的印象は、笑顔よう笑って続けられてるな、ずっと笑ってたイメージがあって、うん、うわ、このハツラツ感は欲しいな今のモーニングにっていう感じはあったね、すごい。新垣の元気はこうレッスンを受けようという姿勢の中の元気さを出してる子、うん、それはそれがあったのを覚えてるな。それで合格みたいなイメージだったな。でも実際合格してどうやったの、あの頃は。いや、あの頃は、うん、まずあのスタジオで、うん、モーニング娘。本人がいて、
私たちが発表される台の上に立ってるんですけど、うん、こう右斜め前にモーニング娘。がいたんですけど、うん、スタッフさんから絶対にその右斜め前を見ちゃいけないって言われたんですよ、なぜか。すごい意地悪だなと思いながら、すごい見たいじゃないですか、すごい好きだから。なのに、見ちゃいけません。ちゃんとまっすぐ見て、カメラの方見ててください。って言われて、それ我慢して見てて、うん、そこでいきなりこうつんくさんからの発表で合格した時に、うん、その時はとにかく嬉しくて、うん、まだなんか、嬉しさとこう興奮とだけの気持ちだったんですけど、うん、その時で自分の中で浮かる浮かれが何パーセントぐらいの気持ちでおったの？ちょぶっちゃけそれだったかぶっちゃけいけると思ってた。あ、でも行きたいと思ってましたね。ここまで来ちゃわら行きたいと思って。ママとかパパとか何て言ったの？ママとかパパはもう見てられなかったって言ってました。あ、まあな、どうしようみたいな、こんなとこまで来ちゃって分かんなかったらリサどうするの今後みたいな感じの、なんかすごい親心としてそれは受かるとは思ってなかったみたいなんですけど。それかわいいね。てかそれティーナっしょ。ティーナこれティーナのパクリなんだ。みんなティーナのコンテストときな。ティーナー、今楽しめる。ティーナって何？ティーナ夢の宿、日本屈指の高濃度天然温泉から見下ろす瀬戸内海の大パノラマ。日帰りで、宿泊で、新鮮な魚料理で、心と体のリフレッシュ、癒されるぜ。君はもうバクステを体験したか？ますます盛り上がりを見せる秋葉原の新名所、秋葉原バックステージパス。現在第2期アイドルキャストを大募集。明日のトップアイドルは君だ。話題沸騰、秋葉原バックステージパスに所属するアイドルキャストたちで結成されたバックステ外神田一丁目。なんと8月1日インディーズデビューシングルプロデュースの発売が決定。ツンツベではそんな彼女たちのデビューまでの道のりをたっぷり追いかけちゃうぞ。少しずつ成長していく彼女たち、みんなもプロデューサー目線で温かく見守ってくれ。バックステ外神田一丁目行きます。カカオトークでタイガハナと友達になった方がいいんじゃないかな。もうそっから10年来たけど、はい、先輩たちはどうだったの？初期の頃さ、入った頃は飯田香織さんがリーダーで、飯田をって安倍さんも、うん、安倍さん、後藤さん、うん、安田さん、矢口ちゃん、結構全員いました、うん、中澤さん以外は。中澤も卒業してた。はい、あ、安田もいた。います、ね、あ、じゃあ結構やっぱすごいね。はい、すごいモーニングに入ったね。はい、私がもう大好きだったモーニング娘。にポンって入ったから。ポンって入って、はい、最初にこうコミュニケーション何取った？触っていいですかとか写真撮ってくださいとか。いや、もう言えないですね。サインもう親戚の子にあげたいんですけど。一切言えなかったです。へー、だからなかなか話もできないし。弁当食べるとか言われへんかったの？一緒に弁当食べようよ。いや、なかったですね。マジで怖かったです。やっぱジュース買ってこいよとかあんの？ないです。それないの？それもないです、うん。でもやっぱレッスンしてる時に娘メンバーが、先輩たちがジャージを着てることにびっくりしちゃって。うん、なんで？衣装じゃないから。衣装じゃないから。うん、で、衣装のモーニング娘。しか知らないから。あ、そうかそうか。ジャージ着るんだみたいな。うん、飯田さんはああいう青のジャージがお気に入りなんだとか。絶対青のジャージとか。そうだね。そういうのがなんか、ああ、モーニング娘。もやっぱ人間なんだみたいな。そういうなんか憧れすぎてたんで、ね、人間なんだちゃんとみたいな感じはしました。おもろいな。はい、誰が一番怖かった？歴代先輩。やっぱりリーダーだった飯田さんは怖かったですね。うん、何怖いの？いや、なんかとにかく、やっぱ一番に注意してくる先輩って言ったらリーダーだし、うん、何怒られんの？健康の面だった。健康の面お箸の持ち方とか。あ、それね。でも今、うん、ちょっと経った後に飯田さんと二人で話した時に、うん、なんか飯田さんも結構不安としてる人じゃないですか、もともとは。だから本当はあんまり言いたくなかったんだけど、うん、あの時はリーダーだし、リーダーになって初の新メンバーが私たちだったから、すごい言わなくちゃいけなくて、うん、頑張って言ってたんだみたいな話を聞いて、あ、そうだったんだって、すごいなんか悪かったなってすごい思います。どうなんやろな、ほんまかな。で、本当にでも飯田さんが面白かったのは一回、うんうん、あれも本当に入って3ヶ月ぐらいでミュージカルが、うん、初めてのミュージカルがあったんですけど、うんうん、モーニングタウンっていう、はいはいはい、でそれで愛ちゃんと一緒に番号の確認をしたんですよ。番号どこに立てばいいんですか、立ち位置みたいなので、2人でゴニョゴニョ話してたら、飯田さんがスタスタスタって来て、そこのリズムはこうだからみたいな感じで、いきなり私たちが話してることと全く違うことを言ってたから、
ら一応でもそこは確かに リズムのことはと思って、うん、あそうですねありがとうございます飯田さん、でも今言ってることは、うん、番号のことでみたいなことちょっと言っちゃったんですよ、うんうん、言わ言っちゃったも言わなきゃいけない言わないじゃんけ、ただ分かりましたありがとうございますって言っとけばよかったんで、うん、後で後悔したんですけど、うん、やっぱそうしたら案の定、うん、こうちょちょちょって呼び出されて、うん、エレベーターのところで、うんかさーとか言って、うん、あんた何年目って言われて何年目あ、3ヶ月ですって言って私5年目なんだけどみたいな、うんうん、何口答えしちゃってんのよ感じで言われて、偉いなあいつ、あの時にあ、うん、これが先輩後輩のあれなんだなっていう、なるほどね、いつも言うね、中澤とかさ、伊藤とかさ偉そうにするとお前らに先輩おれへんがってんからなって言ったのよいつもお前らだってそんな目のことないやろって言って、で俺もだってそんな風に怒ったことないからな別に特に、うん、ブレーって言うことないないからね、そうなんですよ、うん、そういうこともあったなみたいな、今では、うん、ちょっと笑い話、なるほどね、ツンツベどう、振り返ってみて曲の思い出、あの曲、その曲、どんな曲、そうですね、うん、でもミスタームーンライトは初めてのレコーディングで、うん、全然どうやってやっていいかも分からずに、うん、4人でブースに入って一人ずつつんくさんに愛をくださいを聞いてもらったのはすっごい印象的、うんうん、あそうやな、あそこはでもオーディションな感じですよ、ね、もう入ってるのになんかどれを愛をくださいよ、どれを使おうかって言ってて、で結果的には誰がレコーディングになったんだっけ、私のがなって、でもその本番だったりとかいろんな場面では替え代わりに毎回変えてたのやってたから、もう愛をくださるあーの部分をずっと言ってたから、うん、もううるさいゴキメンバーってすごい先輩って言われてましたあーあーあーっていろんなとこ行くわけでうるさいとか、そうあとファルセットから飛び出すからな、そうなんですよ、なるほどね、そんなスタートがあり、はい、でも恋愛ハンターはでもやっぱり卒業ソングだったんで、そうだな、なんかいろんな思いがありました、なんか最後なんか全部が最後になってきてたんで、私の中でこのミュージックビデオが最後なんだとか、ジャケット撮影がこれが最後なんだとかあったんで、そういう意味では恋愛ハンターはこう最後のモーニング娘。大好きっていうあの言葉を問う時とかもすごい悩んで、何を言おうかなって思って、で最後にあのメッセージを伝えてっていう撮影だったんで、こう思い出があります。じゃあ、あとあれコンサートは、コンサート一番最初苦労したのは何、苦労したの、苦労したのはやっぱダンスもそうなんですけど、うん、やっぱメンバーの時13人いたんで、入った当時は、うんうんうん、みんなで このフォーメーション変わる時の先輩に当たらずにこう移動して、うん、どっちを通ってとか言うのばっかり考えてました、うん、あ、それでいいかとか考えるの、やっぱり寝る前とかこうもう常に考えてました、なんか、うん、絶対次行った時に忘れないようにみたいな感じで、一回当たっちゃったらもうその曲中ずっとあーみたいな、あとで絶対に皆さんに謝らなくちゃみたいな、まだ言いない言いないや、やっぱり言いないが間違ってるんちゃうかな、それは全然なんか卒業式の日にね、レイナが新垣と仲悪かったみたいな話しとったやんか、はいはい、その辺多分ちょっとファンは詳しく聞きたい詳しく聞きたい、詳しく言うことはないんですけど、うん、なんですかね、喋ってん気はなかった、でも多分私は田中っちもどっちかといえば例えば愛ちゃんと私だったら、こうもしちょっと微妙な感じになっても、ちょっとなんでよみたいな感じで愛ちゃんが言ってくるんですよ、でじゃあ話そうってなるんですけど、多分私の田中ちゃんもどっちかといえばあんまり別に、うん、あ、まあ大丈夫かなみたいな感じの、うん、なんかなんとなくそのままやってきたみたいな時期があって、うん、話さなかったです、ああ、こと流れ期間が長かったよね、あとやっぱ2人でグループなわけじゃないから、うん、なんか何人もいると別に話さなくても、うん、なんとかなんないな、やっていけるしみたいな感じの部分はありましたね、あ、どこで、何で和解したんですか、ミュージカルがあったんですけど、あ、で頑張らなきゃ、それが、それも最初三井彩香ちゃんと私のはずだったのが、うん、三井ちょっと足の調子で、うん、田中っちになった時に、うん、お、田中っちここでまたやってきたみたいな感じで、うん、どうすんだって、そこで救急メンバーも入ってきて、うん、初めての舞台だったんですよ、どうするみたいになった時に二人で話し合って、で休憩が結構その時は初めてのことだったから、うん、なかなかやっぱできなくて、そらしいよな、結構大変だったんですよ、あの時期、うんうん、でその時期に先輩2人がその2人しかいないから、うん、2人で話し合って、うん、休憩も一緒に話し合ってみたいな感じで舞台を作っていくうちによく話すようになりました、うん、よかったね、なんかあんのよな、飯田と阿部も長かったからね何、うん、かきっかけがあるんだよね、うん、まあしゃあないそれはね、
じゃあなんか質問ありますか。質問？あ、じゃあ、はいはい、あ、立つんや。おじさんおばさんなんですけど、ね、あ、アイドル評論家やってますのとくです。よろしくお願いします。卒業おめでとうございます。ありがとうございます。まあリーダー半年ぐらいという短い期間でしたけども、すごい変化のあったこの半年かなと思いまして、こうリーダーになるときに何かこう、こういうモーニング娘。にしようとか使命感とか目標とかいろいろありましたか。硬いな。お待たせしました。6月24日新宿ブレイズにて第2回ツンツベ産地直送アイドルフェア in 東京開催大決定。今回も鮮度が売りの産地直送アイドルたちが大集合。詳しくはツンツベブログへ。敏腕プロデューサー大募集。ますます盛り上がりを見せる秋葉原の新名所、秋葉原バックステージパス。現在第2期アイドルキャストを大募集。明日のトップアイドルは君だ。競わせてみた。3週にわたるガチンコバトル、サバイバルインマシリの獲得ポイント、人気投票、ブログアクセス数を集計した結果、おめでとう。それでは PR タイムをどうぞ。私たちは歌って踊ってお芝居もできちゃうライブアクトアイドル。そう、私たちがアリス・イン・アリスです。てかさ、先週のツンツン見た？見た見た。挑戦ユニットはこちら。おっと、今から対戦が楽しみだぜ。詳しくはマシャリで検索。じゃあなんか質問ありますか。質問？あ、じゃあ、はいはい、こうリーダーになるときに、なんかこう、こういうモーニング娘。にしようとか使命感とか目標とかいろいろありましたか。硬いな。いいよ、はい、こうリーダーになった時になんか近いところがあったの。そうですね、はい、でも結構なんだろう、やっぱ愛ちゃんのリーダーが長かったんで、うんうん、愛ちゃんが作ってきてたものってなんかどっちかといえばやっぱアットホームで、うん、みんな和気あいあいとできるような温かい感じのグループにしたいってずっと聞いてたから、うん、でそれを4年間かけてちゃんと作り上げられたなっていう感はあったんですけど、うん、でそんな中でもやっぱそれは大切にしつつ、うん、元々の、なんか大元の、そのモーニング娘。らしく、こう、なんか体育会系で、なんかやるときはやる、遊ぶときは遊ぶ、みたいな、なんか、そういうところも加えられたらなって思いながらやってました。9期、10期は意外にどう聞いてくれた話は？10期に関しては、なんかもう、私にこう相談というよりは、遊ぼうよみたいな。一緒に遊ぼうよ、うん、何して遊ぶの？新垣さん、かくれんぼとかしました。誰と佐藤の？佐藤と1対1で。うん。クレンボしたりとか、しかもそれもイベント終わって、うん、その楽屋がちょうどなんか入り組んでる、うん、なんか 2,3 個楽屋があるみたいな、うん、木でできたなんか楽屋みたいな感じだったんですけど、うん、そこでなんかやろうよとか言って言い出して、うん、やってあげるの一応、新垣さん鬼ねみたいな感じであ、鬼とか言って、うん、今しょうがないからちょっとやって、うん、もういいかいとか言いながらでも意外とやっぱかけるの超下手くそで、うん、鏡とかに映っちゃったんですけどどこかなとか言いながらちょっと3歳4歳の子はやすいの同じちょっと見つからないふりしてやったりとかしてなんかリーダーだとこういうこともしなくちゃいけなかったって思いながらなんかすごいなんかあこういうこともするんだみたいな感じ久しぶりのかくれんぼ楽しかったです。ほんま全然僕はありますか。はいはい、もうやめようかな。やめたくなった瞬間、やめたかった瞬間あったかな。いや周りの人はなんかこうね、恋やなんやっていう友達もいたりする中、もう普通が一番みたいな、なんでだろうとか、なんか悔しかったりとかする時とかはあったんですけど、うん、もう本当にあーってか思う瞬間とかはあったけど、そういう部分は結構ちょいちょいあったりとかはするんですけど、本当にちょっともう本当にもうやめたいみたいなことはないですね、やっぱり。でも多分それは
やっぱりメンバーがいたりとかスタッフさんとかファンの人がいたからかなってすごい思いますね、うん、逆にあれはうわ私モーニング娘。でよかったってめっちゃ思った瞬間にどんなことあるの？それは結構山ほどありますね、やっぱりなんかとか定食屋行ってうわ1個おかずついてきた小さいいやでもうんでも一番思ったのはやっぱ卒業のライブで思いましたね、うん、なんか本当にあんなにこう私のその卒業っていうことに関してあんなにたくさんメンバーが駆けつけてくれたりとか、うん、ファンのみんなが応援してくれてたりとか、うん、っていうのを感じた時だから卒業ライブじゃなくても、うん、なんかみんなからのそういうのを感じた時にいつも思いますね、うん、やっててよかったな、なんかそのやっぱり裏では大変なことだったりとか、うん、うん辛いこととかがあっても、うん、こうステージに立った時になんかそれを忘れられるぐらいみんなからこうもらったりとかするとやっててよかったなっていうのは思います、ね、なるほどね、それかわいいね、てかそれティーナっしょ、ティーナこれティーナのパクリなんだ、みんなでティーナのコンテスト受けな、ティーナティーナって何、ティーナ今秋葉原が熱い、熱すぎる、ますます盛り上がりを見せる秋葉原の新名所、秋葉原バックステージパス、現在第2期アイドルキャストを大募集、明日のトップアイドルは君だ、ただいま、歌って踊れるアイドルマジシャンマジッコモモグミ、夢の階段を一歩一歩登っている彼女たち、今回はついにツンツベフェスにオープニングアクトとして登場、はい、はい、ありがとうございました、はい、お願いします、はい、お願いします、みんなで来たら、はい、行きます、で、オープニングアクトだからバタバタしてるから、はい、続いて楽しめばいいと思う、広島から東京へ、そしてここから全国へ、彼女たちの魅力はマジックだけではない、頑張れマジックももぐみ、この模様は近日放送予定のツンツベフェススペシャルで、彼女たちの活躍を見逃すな、カカオトークで下手ゆりやとお友達になってね、安心したせいだ
星を見たら何を祈ろうかな。シャララ、シャララララ、シャララ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 。涙止まらなくても昔のように叱って。18日のモーニング娘。コンサートツアー2012春ウルトラスマートの最終公演をもちまして、私三井彩花はモーニング娘。を卒業しました。今回の卒業発表は突然で、すごいファンの人をびっくりさせてしまったんですが、あの卒業公演はこうスタッフさんとか、あと、まあ、見に来てくれた OG のメンバーの方だったりとかたくさんいらっしゃったんですけど、その方たちはすっごいいいライブだったよって言ってくれて、すっごい私もよかったなって思って、始まる前は結構不安だったりとかしたんですけど、でもやってよかったなってすごく思いました。私はまあ5年間モーニング娘。にいたんですけども、メンバーに出会えたこと、そしてスタッフさんに出会えたこと、ファンの皆さんに出会えたこと、すごくどれも幸せなことで今でも感謝しています。つんくさん感謝してますよ、本当にありがとうございます。モーニング娘。に入れてくれて、まあ私はいつでもモーニング娘。を応援していますので、本当に皆さんもモーニング娘。のことをよろしくお願いしますって言いたいですというわけでですね、これからも三井愛子をよろしくお願いします。そしてつんくさん、つんつめにもぜひ遊びに行きたいと思っていますので呼んでくださいね。ありがとうございますということで、それでは三井愛子でした。